こんにちは、じゅんです。今日は2020年9月18日午前9時を回ったところです。今日は、山岳路入っていこうと思います。ちょっと奥まったところ、標高2000メートル級の山に登る予定です。今日の相棒はこの、セロで行こうと思います。ドライファストルーブを塗ってきたので、この動きのチェックもやっていこうと思います。時刻は10時4分、5分になったところで、ここは相模湖の、湖畔を上がって、相模湖駅を少し行ったところのセブンイレブンです。ちょっとここで、セブンイレブンもうなさそうなので、保険に入ったり、補給食を買ってきたりして準備します。バナナ、あ、ラムネ、羊羹、わらび餅、ウィダインです。あとごま塩買ってきてます。で、水分は麦茶とポカリスエットです。レジャー保険入ってきました。ワンデイレジャー保険で、ベーシックの500円のタイプで、10時スタートの24時間限定の保険に加入しています。で、山岳路に入るための保険です。時刻は11時30分で、ここは道の駅丹波山です。なんか食べたいなと思うんですけど、ちょっと我慢して、空腹、ほぼ空腹の状態で、運動を始めようと思います。丹波山のこの道の駅は、オートバイ結構、目的地みたいに目指して来る方も多いと思うんですけど、吊り橋があったり、あ、ここで休憩しながら吊り橋を眺めたりして、ちょっとまだ目的地までは時間がかかりそうですけど、ちょっと地図を確認しながら進んでいこうと思います。じゃあ登山口近くなってきたようなので、ゆっくり行きます。登山口ある、さよう浦登山口、多分ここだと思います。雲取山登山口です。徒歩3時間。
でバイクで行けるとこまで行って、で山頂まで行こうと思うんですけど、今日は雲取山の目指して走ってます。ここは東京都と山梨県のちょうど境というか、奥まった山奥です。今までに走ってきた距離は100キロ、ほとんど、ワインディングが続くようになっていて、特に小菅村近辺ってもうワインディングのパラダイスで、もうコーナーの連続です。もうコーナリングはお腹いっぱい。車を止められそうな場所があったので、そこで支度をします。準備ができました。で、今日もオリンパスとゲイターの組み合わせです。こんな感じで、あ、今気温は30度って下の方であったんですけど、だいぶ涼しいです。あ、それで GPS 準備できました。はい、スタートしていきます。林道後ろ山線を進んでいきます。でここの標高は今650メートル、2000メートルまで登るの結構、獲得標高1000メートル超える、ワークアウトになりそうです。ワークアウトというか、いや、昨日のアストレの、この後で、アストレの後で、重い、体が
死に靴だらけです。まあ、とりあえず体を動かしてって慣れるしかないですね。塩沢橋というところ、沢を登りながら走ってきたんですけど、そこで分岐があって、これは右に行く分岐はちょっと地図上には載ってないので、この林道をさらに奥へ進んでいきます。ここさっき車が通っていって、多分下にあったゲート関係者なら開けられるんでしょうね。この上にある温泉ってどんな温泉なんでしょう。多分そこの温泉のスタッフの方だったと思います。まあ、東京都最高峰の山へ向かっています。結構岩がゴツゴツして踏んづけるとボコボコが結構足を押してくるので、これ裸足だったらちょっと厳しいかもしれません。今経過した時間は1時間8分。そしてこんな景色。ノルディックポールをゲットしました。トレランポールをゲットして。じゃあ今日はこれをお借りして、ものすごいスピードで登ってこれました。これ使って。走力が 130% ぐらいアップするアイテム、ノルディックポール、天然のものです。ここは温泉です。ちょっとどんな感じかだけ、雲取山方面へ向かってます。小屋の前を通って雲取山、邪魔します。宿泊来店入浴600円。食堂もあります。そうだな、1時間、ここでお風呂入っても間に合うのかな。環状の湯だそうです。さあ、景色が途端に山奥になってきて、ちょっと気を引き締めて登っていこうと思います。うわ、すごい景色。こんな、滝があって、そう、足場を気をつけながら行かないとすってんころにしちゃうんで。あ、もう絶対ポール買おう。ポール、このなんか腕振りのパワーアップ版のような感じがして、走力がめっちゃ上がります。で、下りの局面をこうやって足場を確かめながら、何でしたっけ、膝の頭の靭帯、十字なんとか靭帯、そこがすごい楽というか、本来体でバランスを取らなきゃいけないんですけど、安心感がすごくアップして走りやすくなります。
着いてこんな、こんなんですよ。うん、揺れる。どうですか、これ。もう秘境ですよね。こんな感じで。沢登りみたいな感じで。ちょっとスリルがあります。この景色でこんな感じです。まあ険しさは半端ないんですけど、いや、足場を確かめながら登っていけば問題ないです。これ東京都なんでしょうか、本当に。あ、でも山梨ちょっと境がわからないんですけど、あ、こんな古びた鎖場で、ちょうど今3時間ぐらい登ってきて、ここは分岐三条だるみというところで、残すところあと、20分ぐらいで雲取山です。今標高は1750メートルぐらいです。ここ上りしかなくて、全然走れるっていうところはなかったんで、山上の湯から、まあ2時間20分っていうところ、まあ本当にこのぐらいの時間でかかってしまいましたね。2時間はかかってないんですけど、まあそれでも残すところラストスパートっていうところなので、登っていこうと思います。今標高 2000m を超えて、来ました。あれ、ここが山頂なのかな。来ました。ここから来て、でバイクで途中まで来て、で最初の川のとこでゲートがあって、でそのまま行って、分岐を、マップ通りにこう来て、で温泉のところまで来て、それからここのルートを通って雲取山まで来ました。標高 2017.1m です。東京都の最高峰、展望は非常にいいです。うわぁ、すごい。東京都の一番
あ、東京都の本当に外れです。で、ここからバイクで来ました。神奈川県この辺真ん中から。お邪魔します。ちょっと休憩します。じゃあ雲取山休憩するので、また来た道を戻ります。東京タワーとかも見えんのかな。さあ、ちょっと暗くなっちゃうかもしれない。ペツールスイフト RL 持ってきてます。最高峰のヘッドライトです。なので、まあ明るい環境を作りながら帰れば済むんですけど、あの途中の道中まではなんとか明るいうちに険しい場面をクリアしていきたいです。だいぶ暗くなってきて、あ、視界が狭まってきたんですけど、いよいよスタート地点近くのあの温泉地の方まで、戻ってきたようです。あ、時刻は今5時10分ぐらいなんですけどね。ちょっとその先の林道が5キロぐらいあって、そこを走るときには暗くなってしまいそうです。ちょっと温泉入りたいな。でも入っちゃうと真っ暗になっちゃうんで帰れなくなっちゃうかもしれない。あ、今日は様子見て。トイレ。標高は1000メートル。1126メートル。すごい秘境です。あ、今日本当にポールがないと無理だったかもしれません。そのぐらい重宝しました。はい、到着です。めっちゃ疲れた。あー、虫がいっぱいついてる。お腹がグーグー鳴ってるんですけど、走ってきた距離は時間は5時間37分、距離は 27.5 キロ、平均心拍数 145BPM、 消費カロリー 4238キロカロリー、 平均ペース12分18秒で、平均パワーは 108W、まあ、軽減数で、獲得標高は1887メートル上に登って、
1869m 下がってきました。で最大標高 2010m です。さあゆっくりをして帰ります。で今トレランし終わって、帰りの道を走っているところです。今日も、鹿を結構見ました。鹿落ちるぞ、危ねえ。油断してると崖に真っ逆さま。いちいちスライドするのやめて。人間の足でここを永遠と10キロ以上走ってきたかと思うとビビるんですけど、まあ小菅村から、本当に今日は行った道を帰るルート、登山もツーリングも来た道を戻ります。あー気持ちいい風が。帰りの道中で休憩しているところです。トレランとツーリングのコラボみたいなやつをやってみて、で今日が第1弾なんですけど、今日いきなり最高峰の山をに挑んだの でこれが、どうもこなせそうだというのが分かったので、次回は違う山、今日の雲取山が一番高い山なので、この辺り私の住んでるエリアからの日帰り圏内で一番遠くて一番高い山、奥多摩の最一番深いところの山に登れました。そうすると奥多摩、あるいは丹沢エリアの山々をオートバイで近くまで行ってトレランするっていうのを、が大体できるっていうのが分かったので、今日みたいなピストンだったら全然大丈夫だと思います。というわけで、そうですね、もう少しかかるんですけど安全運転で行こうと思います。で今時刻は、21時15分それで、ようやく戻ってこれました。無事到着です。どうも。
もう計算したかのようにトリップメーター200キロで、標高は2000メーターの山を登りました。無事に帰ってこれてよかった。ガソリンはもうあんまりなさそうですね。今日の動画はこれで終わります。